はい、考えた結果ここのちょっと細いところで伝っていって下に降りますけど、このだだ広いところは何だ。なんだろうね、ここね。まあここ下っていけば飯田ダムの方に行くんだろうけど、なんか向こうルートっぽいんで向こう行ってみましょうか。でもさ、道がないよね。だから冒険コースっていうやつがないよね。これはない。もう戻るしかない感じ。だよね。タイヤがなんか結構いろいろ落ちてるけどさ。川だよね、どう考えたってここね。いや、あの川の向こう側にもう一本の散策路があるような気がしたんだけど、情けですよね。もっと向こうかな。これはあの瓶気になるね。わかる。この瓶。ただもう沼状態なんですよ。多分一歩進んだらズブズブ沈んでっちゃうんじゃないかな。なんか油浮いてんね。石油でも出んのか。あ、一応ここ道路だったんだ。崩れてんだ。渡りたいね、渡ってみたいね。渡って向こうの山を向こうザーッて行ってみたいね。渡るか。危ない危ない。ほらほらほら、これ崩れてる。向こうをジャンプしますか。でもジャンプしたところも向かってたら嫌じゃね。待って、ジャンプしなくたってどこに。あー、ダメか。お、なんであれ、橋の跡。そんなわけねえか。じゃあジャンプしてみるか。3、2、1。よいしょ。うわ、抜かってるわ、やっぱり。んで、向こう側を渡らないといけないんだね。向こう何もなさそうだっけな。さっきの瓶のところちょっと行ってみますか。いや、なんかやばいかな。サイズがでかいままだった。
この辺利用すれば向こう側渡れそうな気がするな。行けるっけね。行けたね。これはあれじゃね。あれ意外に空気入ってるぞ。はい。ビビーン。ビビビビビーン。鳴りがあります。はい、終わり。これを向こう側に渡りたいんですけど、どうやって行こうか。でそこの木を掴んでっていう気分か。まずここの石に足を置いて、よいしょ、置いて掴める木を、でこう来てのこうか、あこうダメだ、抜かれた、こうか、お前邪魔やね、よいしょ、よいしょ、いけたよ、行けたで。あとは向こうに進むだけですね。何してんだろうね。遭難するよこれ。なんで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 。結局冒険小僧は何もなかったわけでございますけども。あれこれ外壁、石垣の外壁、あれそうだよね、あそうだよね、ほらほらほら、あれ石垣になってんじゃん、わかる、あなってるよね、あじゃあここ道路だったんだ、てか上になんかあんだ。